ありますよ。菊池ひなです。19歳です。浓眉大眼，笑起来还有甜甜酒窝，外形仿佛洋娃娃般的菊池日菜，是日本桌球球坛新人。这张出席全国大赛比赛的照片吸引大批网友讨论，就连日本媒体都以太可爱的桌球女孩来报道。那卓球やってんだよね。はい。卓球は、まあすごいよ、なんか優勝してんの。いや、優勝はしてないんですけど、一応でも大学で全国大会チームで2回出てる。2回出てんだ。はい。あ、それ強いよね。就读东京女子体育大学的菊池日菜，最近也贴出自己的国中照片，惊喜对比，有些稚嫩的脸庞，竟然吸引超过866万人观看，而且数次还在增加中。不少网友留言太可爱了，像是从天使变成天使。将来はどうなりたい？卓球選手になりたい？卓球関係の仕事に就きたいと思う。じゃあ卓球のラケットを作る工場でみんな。ね、何でもいいや。继福原爱后，即将满20岁的菊池日菜成为新一代的桌球少女，不少网友也期待她能努力磨练球技，成为日本桌球界的新星。民视新闻观众洪报道。